やっぱり日本時代をね振り返ってどうですか。懐かしいですよ。日本の人を見るためにね、昔が懐かしいんですよ。嘘と思ったらね、教育職業あんた中で習ったことありますか。ないんです。僕ね今暗記ちょっとしましょうか。今回すぐ納得できますよ。陳思うに我が構想構想国を始めること公園に徳を立つること信仰なり我が臣民欲中に欲公にお口を心を内にしていよいよその身をなせるはこれ我が国体の成果にして教育の延元また実にここに存し男児臣民父母に公に敬定に言うに風合いわし法有愛心時強権をのねおし博愛衆に及ぼし学を治め行習いもって知能を啓やし時を成就進んで公益を変政務を開き常に国権を重んじ国王に従い一旦関係あれば義勇方向に応じもって天上無休の幸運を付与すべし格のごときは一人賃が何時臣民のみならずまたもって何時祖先の義勇を検証するに足らんこの道は実に我が構想構想の行くにして子孫臣民と共に遵守すべきところこれをここに通じて謝らずこれを中外に施して戻らず賃何時臣民と共に献献服用して皆その徳を一二千ことを超え願う明治23年10月30日御免疫御事これはいいご教訓です。素晴らしいですね。あそうですかどうも失礼しました。まあ日本の教育が懐かしいんだ。日本の先生も可愛がってくれるし分からなかったら戒めてくれる、はい、何もかもねもうみんな今はそういう時代じゃない。今はこの強盗とか泥棒とかもうあべこべなんですよ。もうあの日本時代はねやっぱり戸締まりしなくても、そうですよ。戸締まりしなくても泥棒なんか入らないそうですよ。全くそうですよ。やっぱり皆さんも日本時代経験されてる方間違いないです。県に向かって話してるんです。もう本当にねもうなんというか戸締まりしないでそれで安全に行かれるの。今のところ泥棒あればスリもたくさんあるしね昔と比べたら天と地の差。そうですか。そう天と地の差。どうですか。同じです。同じ。日本時代良かったですか。はい。